皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の歴史、鎌倉幕府の滅亡についてお話しますね。鎌倉幕府が滅ぶ原因となった主なもの、まず4つ紹介していきます。まず御家人は分割相続によって領地が狭くなって生活が苦しくなりましたね。分割相続、前にもちょっとお話ししましたけれど、この頃というのは男子女子に関係なくね、親の財産、まあ土地ですよね、これはみんなが均分にね、同じずつ相続する、これが普通でした。具体的に今のお金に直して、例えば年間に1000万円の収入が入るこう土地を親が持っていたとしますね。子供が5人いたら、これを5人で均等に相続するわけですと、1000万割る5ですから、1人200万円の収入を得る土地、それを分けてもらうわけです。でもその子供に、また子供が5人いた場合ね、200万円の土地を5で分けると、200万割る5で1人40万円の土地ね、土地はどん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 、ね、狭くなっていっちゃいますよね。こんな風にして領地が狭くなって生活苦しくなっていました。もちろん戦があればね、戦があれば権と奉公の関係で一生懸命戦って勝てば権として新しい土地をもらえるんですけれど、戦がなければもう減る一方ですよね。まずこれが一つ目の原因です。二つ目、そんな苦しい生活の時に元が日本に攻めてきましたよね。海を渡って攻めてきたと。御家人は恩賞を目当てに一生懸命戦いました。で、勝ったんですけれど、元寇で活躍しても領地をもらえなかった。元というのは船で海を渡って日本で戦ったんですから、勝っても土地はないんですね。ですから土地はもらえないと、ね、この時戦いの費用は全て御家人持ちでした、ね、武器も食料も全て自分持ち、幕府は何もしてくれないんですよね。ですからお金かかります。じゃあお金はどうするかってね、なかったら借りるしかないですね。金貸しに借りるんですけれど、金貸しだってただじゃ貸してくれませんよね。土地を仕入れする、もう担保ですね、担保に取られてお金を借りるとか、中には土地を売ってしまったそういう人もいましたね。で、幕府もこれじゃまずいということで特政令というのを出します。特政令というのは借金は帳消しですよ、ね、質入れした担保にした土地は無条件で元の持ち主に返しなさい、ね、一見うわーやったーと思いそうですけど、いやいや、これ実はね、このせいでね、さらに御家人の生活は苦しくなっちゃったんですよ。なぜかっていうと、無料で返ってきた土地っていうのはほら狭い土地で、もうその土地だけでは生活できないようなね、そういう土地ですから、帰ってきてもそれだけでは生活できないので、お金をまた借りなければいけませんよね。でも金貸しのところに行っても、これ金貸しね、借金帳消しにされてますしね、ね、無条件で土地は返させられましたから、御家人にお金貸してくれません。ですから御家人の生活はさらに苦しくなりました。そして執権の北条氏、これが敵対する御家人を滅ぼして幕府の政治、これを独占します。これってさね、あの平清盛の時のあの平家の政治と同じですよね。あの滅んでしまった平家、あれと執権の北条氏、同じことをしていたんですね。ですから
御家人の不満はどん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 大きくなっていきました。でそんな時、後醍醐天皇、今が幕府から政治の権力を取り戻すチャンスだとして倒幕を計画します、ね、もう御家人がもう幕府へ不満をいっぱい持ってる、今こそがチャンスだとこう考えたんですね。そして1324年、ね、これ倒幕の計画するんですけど、実は、ね、密告されて失敗します。スパイがいたんですね。この時はね、後醍醐天皇許してもらいました。これ失敗した時すぐに鎌倉に使者を送って、いや今度の計画は私の知らないところでやってました、私は全く関係ないです、ね、関係ないよと言って言い張って許してもらったんですね。でもそれから7年経った1331年もう一回ね、幕を倒そう、六原丹大を攻めようっていう計画したんですけど、これもスパイがいて密告によって失敗します。でもこの時はもうね、幕を築いてるんで、後醍醐天皇許そうなんて思いませんよね。ですから後醍醐天皇は京都を脱出します。そして、金国近くの国の武士に倒幕、ね、幕を倒せって呼びかけるんですね。その時、ね、楠木正成って人が天皇側として挙兵します。この人めちゃくちゃ強いんですよ、ね、ずっと幕府と戦い続けます、ね、この時ね、天皇は後醍醐天皇はおよそ1ヶ月くらい、ね、ずっと京都から脱出しているんですけど、結局は幕府に捕まってしまって、1332年の時、後醍醐天皇隠岐に流罪、ね、島に流されてしまいました。でもこの流罪になった時もね、この時楠木正成まだ幕府軍と戦ってるんですね。一度は負けて城を取られますけれど、また取り返すんですよ。めちゃ強いんですよね。で1333年、ここで後醍醐天皇が島を脱出して、その脱出した船の上で倒幕の命令を出しますね。朝廷の敵を撃てと全国の武士に命令するんですね。で幕府に不満のある武士がどん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 兵を挙げると、幕府も、これでは困るので、今度はこれを倒すために、ね、軍を送ります。鎌倉幕府は天皇軍を撃つ大将として足利尊氏、これを京に送るんですね。えっと思った人、ね、勉強してる人ですよ。足利尊氏ってね、幕府を倒した側の人ですよね。でも鎌倉から天皇軍を倒すために送られた、ね、武士の大将だったんですよ。それがなぜ天皇側についたか、ね、実は天皇側につくんですよ。そして5月7日に六原丹大を攻めて勝利して六原丹大を滅ぼしました。これ足利尊氏っていうのはね、源氏の名門の家なんですよ、足利家というのは、ね、そしてこのこのね、軍を撃てとね、京都に行って戦ってこいと言われた時、実はまだねお父さんが亡くなったばかりで、ね、まだ悲しみの最中にいたと。さらにこの命令が出た日、実は尊氏ね、病気で寝ていたんですよ。そんな病気で寝ている尊氏に執権がね、京都に行って戦ってこいって命令を出したと。いや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 、俺病気だよ、こんな俺に行かせるのと。さらにさらにね、京都に向かう足利尊氏の妻子、ね、奥さんと子供ですね、これを人質にします。足利尊氏、自分は源氏の名門、ね、プライドがありますよね。この源氏の名門の俺がなんで北条氏にこんなことをね言われなきゃなんないんだ、北条氏のためになんでこんなに働かなきゃいけないんだと不満を持ったんですね。まあその不満のためかね、行く途中で天皇側に連絡して、天皇側につくよって連絡するんですよ。
そして六原短大を5月7日に攻めて六原短大を滅ぼしたんですね。その翌日5月4日新田義貞が今度は兵を挙げます。そして鎌倉に向かうんですね。鎌倉幕府さんを倒すために。この新田義貞という人は同じく源氏の名門、さらに足利尊氏の家より家柄が上なんですね。で今こそここで幕府を倒して新田という名前を挙げようと、ね、こう考えたらしいです。そして鎌倉幕府を倒すために鎌倉に向かったんです、ね、その新田義貞のもとには幕府に不満を持つ武士がどん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 集まって兵の数はどんどん増えていった。でも鎌倉ってあの北三方は山に囲まれ南側は海ですから、幕府にしたらね守りやすい、攻める方は攻めづらいと、ね、ですから激しい戦いが続くんです。でも不思議なことにその戦いの時ね海の潮がさーっと引いてね、そこに砂浜ができるんですね。この新田義貞はその砂浜を使って砂浜から鎌倉を攻めて1333年5月22日鎌倉幕府を滅ぼしてしまいました。このようにして鎌倉幕府は滅亡していきました。今回は鎌倉幕府の滅亡についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。